ました。特集です。広島を拠点に活動を続ける2人の女性アーティストがアメリカ・ニューヨークで念願の個展を開きました。前衛的な筆文字やヨーロッパ風オブジェがニューヨーカーの目にはどう映ったのか、大渕記者が取材しました。まるで倉庫のような空間で作業が行われています。実は個展の準備、アーティスト自らが作業しているのです。初めてですね、ペンキまでとても日本のギャラリーとは考えられないですね。ここはアメリカ・ニューヨーク。新しいアートの発信地として今一番注目を集めているハーレム地区です。そのハーレムで広島在住の2人が初めての共同個展を開くことになりました。書というものがこう外国の方にどういうふうに映るかっていうのがすごく興味がありまして、ここに来て何かを感じて帰りたいなっていうのが一番の大きな思いで、全く違う環境で今後の制作の糧になるような刺激をいっぱい、もらって帰りたいと思います。2人の作品は全くタイプが違っています。書道家の山本照美さんは独特な筆使いで全く新しい書の世界を作り出しています。一方の迫戸さん、自らが考え出したという石粘土と石膏を使った立体的アートです。国を越えて作品を伝えたい、今回の個展はそんな思いから実現しました。ちょっとした、それぐらい。期待と不安の中作業が続きます。初日を迎えました。個展のタイトルは生きている証。これまでの2人のありのままを見てほしいという思いから付けられました。今回の個展のために用意されたのはそれぞれの自信作19点です。会場の中でひときわ目を引くのがこちらの巨大な共同作品です。迫戸さんの白い立体的なボードの上に山本さんが黒の墨で文字を書き入れました。そこに表現されているのは2人の思いでした。会場にはじっくりと作品に見入るニューヨーカーの姿がありました。書には英語の訳もニューヨークの人たちに分かりやすいようにと添えられています。日本の新しいアートはどのように受け入れられたのでしょうか。2人が一緒に作ったという大きな作品は特に素晴らしいですね。石膏の作品が好きですね。将来が楽しみです。勘という作品がとてもいいね。空に向けてそびえ立つビルにも見えるし、地面で飛び散る水滴のようにも見える。中からも外からも見える感じが面白いよ。ニューヨークで2人にはたくさんのことに触れ、異文化がどのように共存しているのかを見て帰ってほしいね。会場ではこんなパフォーマンスも行われました。山本さんのそばにはニューヨークのアーティストが。ジャンルを超えた芸術発表の場になりました。この中で自分はこれが好きだとか、あともっとこうした方がいいとかいうところまですごく意見をたくさんくださって、すごく嬉しかったですし、すごく勉強になりました。こんなに反響があるとは思わなかったんですけども、書だったら日本じゃなければならないとかっていうこともないと思っていましたし、なんかいろんな可能性を感じました。今回初めてニューヨークでの個展を実現した2人、新たな発表の場で得たアーティストとしての自信とさらなる進歩への思いを胸に、これからも広島から作品を発信し続けます。
っぱりその芸術を見る目っていうのはその直感であったり感性だったり、まあ、そこにどう訴えられるかだと思うんですよね、はい、そこにまたこの広島そして日本という彼女たちのそのルーツがどう生かされていくのかっていうのが今後楽しみですよね、はい、特集お伝えしました。